Okay, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan kali ini aku akan kembali untuk bermain game PlayStation 1. Kita kembali memainkan Winning Eleven, masih 2022 ya, karena untuk update 2023 belum ada. Jadi kita memanfaatkan dulu dan kita pakai semua klub yang ada di sini. Let's go. Kita lanjutkan melawan pakai RB Live ya masih. Semoga kita hari ini menang dan yang pasti nggak bakalan lolos guys, karena kita udah kalah 3 kali, seri 1 kali. 2 kali kalah, seri 1 kali. Oke, terima kasih supportnya ya. Sekarang kita di urutan terakhir. Yuk bantu share yuk. 5.000 subscriber akan ku giveaway PlayStation banyak. ピッチは絶好のコンディションです。人通りファンの皆さんこんばんは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。インターナショナルカップグループ1予選リーグ第3節をお送りいたします。これが対戦カードです。 Ini dia RB Live melawan Real Madrid. Kita kalahkan ya. Let's go. Selamat menikmati. いよいよ試合開始です。 さあ、立ち上がり慎重に攻めたいところ。 主審ファールを取りました。 Sumpah ini berat banget guys pemainnya. カット閉塞したフォーメーションを突き破る、ドリブル、センタリング、ドリブル。 ファールを取りました。おっと、これはイエローでしょう。キーパーの指示が伝わっていないのか。これはゴールキック。 Sayang sekali. One, two. Let's go.
折り返す。果敢にスライディング、取り持ちドリブル、ファーサイドに上げた、キーパーこぼした、コーナーキックを得ました。狙いすぎたようです。さあチャンス到来、放り込んできたミドルシュート、ヘッドでパスを送る、ワンツー、ヘッドで、閉塞したフォーメーションを突き破るドリブル、危険なタックル、キーパーが壁にしています。シュート、pelan sekali nyesetnya。ワンツー、中へ上げる、主審笛を吹いた、イエロー覚悟のプレーでしょうか。気をつけてプレーしないといけません。攻撃を組み立て直す、ピッチを優雅に徘徊します。折り返した、ボールを競り合う、シュート、シュート、ここで前半終了。ナスケランナーが取るわ。後半戦開始の笛です。抜かれた。流れを止めた。後半5分経過しました。ここでカット、これから反撃だ、ワンツー、あら、そうだね、
リブル。これはファールです。これはちょっと危険なプレーでした。ヘディング、ボールを持たせています。ワンタッチシュート、ゴール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 、ダイナミックゴール。待ちに待った先制点が入りました。いい時間帯にゴールを決めましたね。さあもう一度見てみましょう。ネジコデベル、交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。これはピンチ。クロス。ハイボールを競り合う。中に絞ってきた。さあどちらのボールになるのか。うん？中途半端なクリア。Let's go, let's go. さあここからどう攻める。シュート、コーナーです。これは決めて欲しかった。選手の交代です。さあチャンス到来。スーパーセーブ。さあここからどう。疲れてしまいました。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。ジゴチェキパクター。この熾烈な争いがいつまで続くのでしょうか。主審ファールを取りました。イエローカード。
華麗なドリブル。センタリング。コーナーキックになります。ゴールマウスに嫌われた。さあ、チャンス到来。ワン、ツー、シュート。ここで試合終了。両者一歩も譲らず、手に汗握る熱戦でしたが、引き分けに終わり。Lemah sekali tendangan itu. Sudah dia gagal kita masuk, guys. Gagal masuk kita. RB Live harus pulang. Apa satu kali lagi kayaknya. Iya, Real Madrid kalah. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa berlangganan. See you and goodbye.